教育方法学とは、教育学、教育実践を方法論的な視点から研究する学問である。教育方法学の研究分野には、教授学をはじめ、カリキュラム、教育評価に関すること、授業、教室に対する研究、教師教育に関することなどがある。また、コンピューターなどの機器を応用した、教育工学を含む。また、教育方法学は、 大きく分けて、次の二つの方向で研究が進んでいる。なお、各教科の指導にあたって、教育方法学は、教科教育学に応用される。古典的な教育方法原始的には、伝文、口述による伝承が古くから行われていた。文書の暗証、臨読などは、その一例である。そこから一歩進んだ方法が、古代ギリシアの哲学者によって探求され始めた。 これには、ソクラテスが用いた対話による問答法などがある。佐藤学は、この二つについて、その成立の出発点から、探求のレトリックを教える市民の教育と、権威づけられた正解への手続きとしての、服従のレトリックを教える奴隷の教育との分裂をしたと述べている。中世では、自由な中の修辞学として、 教育方法が扱われた。例えば、アウグスティヌスの教師論で教師の語りの修辞学が提示されている。また、問答法が宗教改革に伴う子どもへの宗教教育で行われた。この時には、教理問答書を使用していた。一世授業の成立このように、教育の方法自体はすでに古代イギリシャより探求され始めていたが、教育の方法、技術が 自覚的、体系的に研究され始めたのは、学校が構想、組織され始めた近代に入ってからである。コメニースによって、近代の学校が構想され、その2世紀近い年月を経て、ヨハン・ハイン・リヒ・ペスタロッチが、ルソー等の教育思想を実践して、教育方法の探求へと結合させた。その後、一世授業の普及と制度化を基礎づけたのは、 ヨハンフリードリヒ・ヘルバルトであり、そのヘルバルト学派の人々によって各国に浸透した。その中で、トゥイス・コンツラー、ビルヘルムラインの教育学は、日本などで学校教育の制度化と授業の提携化を進めた際の中心的な理論となった。新教育運動と教育方法を20世紀に入ると、公教育制度の確立性と公直性が批判されるようになり、 新教育運動と呼ばれる世界的な学校改革運動が展開された。まず、ジョン・デューイなどの手によって子供中心主義の教育が推進されたことである。その一方で、フランクリン・ボビットは教育過程を最初に体系化し、カリキュラムの科学的研究を始めていった。彼は教育文献の中で教育目標という言葉を最初に使ったほか、活動分析も推し進めた。 そして、これは、チャーターズの仕事分析に引き継がれた。チャーターズは、9万5千人の女性の1週間の仕事の記録を分析し、総計7300の目標のカテゴリーを設定した上で、この目標を強化、単元に分配したカリキュラムの構成を提案した。また、単元学習としては、ウィリアム・ヒアド・キルパトリックのプロジェクトメソッドとヘレン・パーカーストの ドルトンプランなどがある。アメリカ国内よりも日本などのアジア諸国への影響が大きかった。その後の西洋教育方法学行動科学に基づき教育方法学を研究した人にはラルフ・タイラーとベンジャミン・ブルームが挙げられる。特にベンジャミン・ブルームは教育評価の考え方を示している。認知心理学を基礎とした教授理論の出発点はジェローム・ブルーナー、 レフビゴツキーなどの研究成果に見ることができる。明治に至るまでの寺子や、藩校などでは自学自習、手習い、暗唱など、模倣と習熟を伝統としていた。日本での授業、授業研究の出発点は、学児奨励に関する、大いあおぐれ書きによる、近代学校の成立とその制度化にある。その後、対象自由教育運動などの新教育運動が起こり、 ドルトンプランなどが取り上げられた。しかし、昭和期においては、戦時色が強くなり、ファシズム教育へと修練していった。第二次世界大戦の後、国家中心の教育から子供中心の教育への転換が試みられた。しかし、ハイマール経験主義という批判もあったほか、基礎学力の充実に対する要望、終身化の復活要望等もあった。そして、 1958年版に行われた学習指導要領は漢方による告示がなされ法的拘束力を持つカリキュラムとなったこの学習指導要領は系統学習の色合いが強いものであったその後授業の科学的研究が進み始めた1963年に雑誌授業研究が創刊され1964年には 日本教育方法学会が結成された。また、現職教諭の研修制度も整えられ、そこで教育方法学が扱われるようになった。諸外国の教育方法、授業分析の理論が導入され、心理学の授業への応用が模索された。また、1960年代以降、教育方法の現代化の取り組みが各所で行われ、各種の教材プログラムの開発が、 盛んになった。主なものには、東山系の水道方式、板倉清信らの仮設実験授業、細谷淳、高橋金三郎らが開発した、極地形式、明星学園をベースに開発された日本語などがある。1980年頃以降は、校内暴力、いじめ、学級崩壊など、教育方法の現代化以降の課題解決に方向が向いてきているほか、 コンピュータマルチメディアを応用した教育工学的なアプローチも研究、実践されている。現在では下記のような様々なアプローチが開発されている。カリキュラムとは、競義には具体的な指導計画、教育過程、時間割などを指す。欧米では、それ以上に学習経験の相対として、その教育過程に基づく、 教師の働きかけと子供への活動すべてを包括する概念として広く捉えられている。なお、明治的なカリキュラムの他に学校の制度、政治学的に存在する暗黙的なものをカリキュラムの一つとして捉えることもある。これは隠れたカリキュラムと呼ばれている。授業をより良いものにするために授業自体を分析し未来へ生かす試みが行われた。例えば、 授業のコミュニケーションを科学的に分析することが試みられた。1970年代に世界各国に普及したのは相互作用分析という方法であった。例えば相互作用分析を代表する NA フランダースの方法は3秒ごとに教室の発言行動を10のカテゴリーに分析して授業の特徴を数量的、客観的に分析する方法である。 しかし、このような分析だけで、教育のすべてを分析することには、無理があるという指摘が、イギリスのハミルトンとデラモンと、エーデルマンとウォーカーなどから上がった。その指摘の内容は、表面的で観察可能な行動だけに関心を向け、その背後にある意図を考慮していないなどである。より複雑な形で、会話分析を行った研究者には、アーノ・ベラック、メイファンなどが挙げられる。 特に名藩は、著書、授業を学ぶにおいて、S のメソドロジーの会話分析手法を使い、教室のコミュニケーションの本質的な特徴を浮き彫りにしている。例えば、下記のやりとりを比較すると、わかりやすい。カートニー・キャスレムは、社会言語学の立場から、教室のコミュニケーション分析を行った。その成果には、子供の語道から正しい答えを導いた過程も、実は、 教師の会話の構造を判断し、正解にたどり着いた可能性があり得ることなどが挙げられる。どの分析方法も授業に活かすために有用ではあるが、それぞれの分析方法は一定の視点で調べているにしか過ぎず、目的に応じて適切な分析方法を選ぶ必要がある。現代では、引きこもり、不登校、いじめ、学力不振、そして教員死亡者の激減。 教師自身の燃え尽き症候群など様々な学校の危機が教師を取り巻いている。このような中で教師の役割、責任、専門性について問われており、教育方法学でもこの問題を取り扱う。例えば、教師の役割、責任、指導技術議論の具体的内容と方向性は基本的に教育目的や目標を どのように設定するかによって左右されると指摘している。また、教師の専門性について、教師とは、公木なのか、労働者なのか、あるいは、技術的熟達者なのか、反省的実践化なのか、議論が重ねられている。コンピュータの発達に伴い、それを応用した、教育活動が実践されている。これらは、教育工学という分野で研究がなされている。 佐藤学はコンピュータによる教育に問題が起こる理由としてコンピュータは道具に過ぎないのであり主たるエージェントは教師や生徒の方だからであるコンピュータ教育が機械的であったり現実から有利してしまうのは教師と生徒が機械的に生きているからであり授業と学びが虚構の世界にしか基盤を置いていないからであると述べている 日本の教育職員免許法施行規則では、教職に関する科目の中で、教育の方法及び技術の科目を履修することとなっている。この科目が、教育方法学の授業に該当し、教育職員免許上取得上の必修科目となっている。教育方法、教育方法学、教育の方法と技術などの科目で教えられることが多い。日本教育方法学会。 ありがとうございます。